こんにちは、いらっしゃいませ。平和堂公式 VTuber の鳩の幸です。そうなんです、イーワから秋にぴったりの期間限定商品、マロンの2層シュークリームが発売中なんです。こちらイタリアンマロンを使用したほっこり甘いクリームとホイップクリームの2層になっているのがポイントなんです。そういえば、プリといえば、そうだ、行ってきます。さあ、アルプラザ立東にやってきました。じゃーん。はい、このですね、アルプラザ立東のどこかにいるはずなんですけど、どこでしょう。さあ、もうそろそろいるはずなんですけど、どこだろう。あそこだ。わあ、お仕事頑張ってます。お疲れ様です。皆さん、アルプラザ立東のイメージキャラクターのリップラくんです。リップラくんは栗が大好きですよね。そんなリップラくんに今日はあるものを持ってきたんです。それがこちらです。ディディン、どうですか。なんと、イーワのシュークリーム期間限定でマロン味が登場したんですよ。栗といえばリップラくんだと思って急いで来たんですよ。よかったら早速食べてみてください。リップラくん喜んでくれてよかった。ん？何ですか？せっかくアルプラザリットに来たんだから、お買い物してきましょう。うん、してきます、してきます。はい。今から重さを指定するから、その重さに近づくようにお買い物をしましょう。あー、お買い物対決ですね。なるほど、重さね。難しいですね。金額じゃないですもんね。しかも重さが、あー、ハトのサチグラムらしいです。最後の3グラムって絶対難しいですよね。ハトのサチグラムを目指して勝負するってことですもんね。なるほど。でもリップラ君、勝負というからにはやっぱり勝った方にはご褒美が欲しいですよね。何がいいかな。私決まりました。リップラ君決まりましたか。なるほど、わかりました。リップラ君が勝ったら、私のイーワの動画にリップラ君が登場します。私が勝ったら、リップラ君に私の名刺入りのティッシュ配りをしてもらいたいと思います。 OK ですか。じゃあ2人でハトのサチグラムを目指してお買い物対決スタート。さあ、重さですもんね。何から見ていけばいいんだろう。これもうカゴに入れていけばいいんですよね。ネギと玉ねぎ、本当に台本なしの勝負なんですよ。私あれだ、イーワのスイーツ買いたい。食べたいだけなんですよね。鍋の素材としてイーワのちくわと、あとはこれこれ、朝ごはん用の食パンは私はリッチブレッド買いたいと思います。リップラ君どこにいるんだろう。ちょっと呼ぼう。リップラ君。終わりましたね。買ったものはこちらです。おお、そうきましたね。うわあ、どうだろう、怖いな。どうですか、リップラ君、自信ありますか。正直私はね、あんまり自信ないんですよね。では測定の方お願いします。おお、どうだろう。なるほど、ということは、お、やったー。やったー、よかった。
いやそうなんですね。このぐらい買うとこういう重さになるんだ。はい、じゃあイップラ君、私が勝ったということでお約束のこちらです。よいしょ、じゃーん、よいしょ、このねティッシュをイップラ君にお願いしたいと思います。リップラ君お願いします。さあ今回はリップラ君と一緒にお届けしました。リップラ君、シュークリーム美味しかったよね。よかったです。皆さんもですね、こちらイーワマロンの2層シュークリーム期間限定フレーバーとなってますので、ぜひですねお早めにお試しください。本当に美味しいですよ。ぜひ食べてみてください。以上、鳩の幸とイップラ君でした。リップラ君、今日はありがとうございました。そういえばさ、リップラ君のそのカバンって何が入ってるんですか？栗ですね。本当にリップラ君は栗が大好きですもんね。え、何ですか？うん、リップラ君の大好きな栗で。え、うん、左手、あ、東、栗と東で立冬。そういうことなんですね。リップラ君はもう最後まで立冬愛が素敵ですね。